こんばんは。こんばんは。さあ、今夜も滋賀をどのように元気にしていくかをキーワードにセミナールを開きます。はい、滋賀の元気を作り出すにはまず滋賀をよく知ることからということで、今日もデータの紹介から参りましょう。こちらになります。今日紹介するデータはですね、滋賀県の高齢化率です。まあ、全国と比べますと、こう滋賀全体で見ると高齢化率多少低いんですけども、この 30% 以上というところが、高島市、そして高良町、多賀町、この3つの市町においては 30% 以上の高齢化率ということになっているんですね。まあ、このまま高齢化率進んで、まあ、高齢者の人口が集落の半数を超えますと、まあ、いわゆる限界集落となりまして、まあ、機能を失った集落、まあ、これちょっと厳しい言葉になりますけど、消滅に向かってしまうとも言われてしまうんですね。はい、そうですね。で、今日ご紹介するのは、まあ、限界集落への危機をですね、いち早くこれ感じまして、取り組みを開始したという地域なんですね。今この問題を抱える多くの地域の方のヒントを参考になる、そんなお話を今日は紹介していきたいと思います。はい、それでは今夜も滋賀県内のキーパーソンをゼミ講師としてお迎えし、滋賀創生に向けての夢やビジョンを熱くお伺いしましょう。今回のゼミナールの講師は大野木長寿村まちづくり会社副社長の清水誠一さんです。米原市大野木生まれで、会社を退職後大野木で民生委員や区長などを務められ、平成23年大野木長寿村まちづくり会社を設立し副社長に就任されました。今回は滋賀創生をキーワードに地域目線でお話を伺います。清水さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずこの清水さんたちが立ち上げたこの大野木長寿村まちづくり会社なんですけども、全国から注目を集めていまして、視察に訪れる団体も後を絶たないということなんですよね。はい、そして、まあ、これ快挙だと思うんですけどね、国からもその活動が評価され、総務省のふるさとづくり大賞も受賞されているんですね。そうなんです。ではその米原市大野木地区、どんなところなのか見ていきましょう。写真を見ていただくと、もう本当に雄大な自然 で岐阜県と滋賀県の県境に位置していまして、伊吹山を望む自然豊かな町なんです。人口はと言いますとおよそ400人、高齢化率は 32.8% で、高齢者だけの世帯が 50% 以上となっています。滋賀県選択無形民俗文化財の大野木豊年太鼓踊りは大野木の象徴的な存在です。うん、データを見ますと高齢化率が 32.8% ということですから、まだ限界集落というところまでは行っていないんですけど、それでもやはり過疎高齢化が進んでいるこの大野木ね。清水さん、この一歩踏み出して大野木長寿村まちづくり会社を作ったこのきっかけはどこにあったんでしょうか。はい、集落に子どもの声がしなくなってきた、それから雨戸が閉まりっぱなしの民家があるようになった、こういった状況を放置しておきますと、いずれは限界集落に陥り廃村に追い込まれるんじゃないかという、これではいけないということになって、30年後の大野木のために元気なうちに何をしておかなければならないかと、委員会を立ち上げて、検討、2年間検討したんですね。並々ならぬ危機感があったんですね。やっぱりそこで立ち上がったのが7人の侍ならぬ7人の住民、はい、手を挙げて集まって立ち上がったものの集団はですね、非公式であってインフォーマルということになるわけですけども、まあ、ここからはですね、ちょっと先駆的とされるその大野木長寿村まちづくり会社の活動についてですね、今日はキーワードを提示しながら説明していきたいと思うんですけども、はい、まずは先ほど清水さんのお言葉の中にもありましたインフォーマルという言葉ですよね。市や区の行政を公式な、つまりフォーマルなということなんですが、手を挙げて集まって立ち上がったものの集団はですね、非公式であってインフォーマルということになるわけですけども、インフォーマルであれば区民の総意を得なくてもですね、前に進めることができる、会社の運営が進んだということですね。清水さん、ちょっとそこ突っ込んでお聞きしたいんですけど、はいはい、その今までの常識、大野木の常識としては区の総意を得て物事を進めていくっていうのがおそらくね、はいはい、常識だったと思うんですよ。はい、
そこを7人が物事を進めて決めていく、これスピード感があって非常に素晴らしいことだと思うんですけど、正直どうなんですか、最初当初は反発みたいなものもあったりっていうのは。そうですね、反発というよりも、あまり分からないし、関心が持たれなかったですね。情報を提供したりしては努力をいたしましたが、ここぞというところへは訪問してセールスをいたしましたね。なるほど、立ち上げ当初は、大変な苦労もあったということなんですね。改めてこのまちづくりの会社の概要を岩田さん、説明してもらえますか。ではご紹介しましょう。でこちら大野木長寿村まちづくり会社、できて今年で6年目です。現在は社員が62人、平均年齢は69歳です。これ清水さん、社員というのは全員大野木の住民なんですよね。はい、大野木の住民ばかりです。もう驚くのが、その全所帯の 70% がこの大野木長寿村まちづくり会社のサービスを利用されている、はい、これすごい数ですよね。あの 70% の人が関わっていると言った方が早いんですね。3割はまだこちらを向いていないということを私らは思ってるんですね。初めは30ぐらいだったのが70になってきたということですね。じゃあ清水さんの限りない理想としては、限りなく100に近づけたいというところですよね。できたらそういうことになりたいと思いますけどね。その関わり方の部分で、地域の住民の皆さん、大野木の皆さんがいろんな課題を持っていらっしゃると思うんですけども、2つ目のキーワードこちらです、地域の課題はこれ地域で解決しましょうということなんですね、清水さん。少子高齢化、あるいは人口減社会、これはどんどんこれから進展していくと皆さんの思っている通りだと思いますが、役所の人に頼る今までのような体制はですね、もう全く崩壊していくと我々は思っているんですね。もう地域のことは地域が守らないかん、こういうのを小さいけども新しい公共がここにあるということを言っておりますので。で最近になってというか今年なんですけども、厚生労働省なんかはこの地域共生社会という言葉を、唱えました。これまさに今時代が追いついたといったら、すごいことになるかもしれないですけども。 そして地域の課題は、地域で解決という一つの中に、その高齢者の新訪問事業というものがありますよね。それについてこちらで図でもまとめさせていただいているんですけども、高齢者の新訪問事業というのはですね、高齢者でも特に一人暮らしの高齢者、または高齢者のみの世帯、昼間は高齢者、独居高齢者と全く同じだという環境の人もこの枠内に入れていこうと、支援する側に入れていこうと、この他にも、身体障害者の方とか、あるいは母子家庭の方も含まれているんです。こういった方の SOS を発したらですね、いつでも飛んでいってどんな仕事でもやらせていただくというのが基本ですが、そのパターンの流れはこちら側で情報が交換し合って、そうすると一人暮らしとかこの方々が会社に依頼してくるんですね。そうすると見積もりを提示してサービスを提供すると、こういうことですが。なるほど、今見積もりがキーポイントということで、ご覧の皆さんも分かると思うんですけど、実はこれらの事業というのは有償のボランティアで行われているんですよね。これこういった事業って正直無償でやってるようなイメージもあったりはするんですけども、有償か無償かについてはですね、非常にけんけんごごと激論を交わしておりました。半年間研究している間に、無償でやっているところのどこを視察したりなんか情報を聞いたりしておりますと、長続きしない、3年持たないという情報があちこちで入ってきたんですね。お金はできるだけ安くして借り返しなしで、また次の新しい依頼につながっていくと。なるほど。でここで他の団体さんとかもテレビ見てて多分気になると思うんですけど、具体的にじゃあどんなサービスをどれぐらいの金額で今やってらっしゃるのかなっていうところが気になるところなんですけど、ちょっと具体例を挙げてご説明いただきたいんですけど、屋外作業は30分が500円、1時間1000円ですね。それから屋内作業は30分で300円。30分未満は無償でやってるんです。なるほど。じゃあ30分未満の少し頼みたいことっていうのは、
無償で頼むことができる、はい、ということなんですね。それがおばちゃんは割と多いですね、30分。なるほど。でそのサービス別の受注状況をご覧いただきましょう。こちら見ていただくと圧倒的に移送サービスが多いんですよね。5年間の実績推移なんですが、毎年 150% から 170% の増加をしていまして、件数うなぎ登りになっていったんですよね。さあそしてですね、大野木長寿村まちづくり会社では1軒の空き家を改装しまして、そこをたまり場として活動の拠点とされているんです。で例えば木曜日は宅配弁当の日と定めてお弁当を作って皆さんに届けていたり、あと土曜日はですね、そのたまり場で女性社員の皆さんがランチを作って提供しているんです。で私も先日土曜日のランチの日にお邪魔しまして、いろいろとお話を伺ってきましたので、 CM の後ご覧いただきましょう。9月に入りましたが、まだまだ残暑厳しい毎日ですね。夏の思い出の日焼け跡や行楽の疲れなどが残らないように、ぜひお手入れをお忘れなく。それでは続いてのコーナーです。伊吹山の雄大な姿を背景に広がる大野木。岐阜県の県境にある人口400人ほどの集落に6年前に立ち上がった大野木長寿村まちづくり会社。地域の課題は地域で解決するをテーマに、高齢者支援のサービスを次々に展開しています。いい景色で、こう緑の香りもして、すごくのどかで気持ちいいです。いやこちらには大野木長寿村まちづくり会社のたまり場があるということなんですが、あれですね、そう結構もう今朝なんですが、にぎわってます。声が聞こえてますよ。なんかいろいろいっぱいありますね。え、ここは何ですか？いつも土曜日だけね、かつて達者の人に売りに来ますもん。あ、なるほど。楽しみしてやねよ。たまり場の前で毎週土曜日の朝開かれている朝市、近くの業者さんがパンやお菓子、お惣菜を、またまちづくり会社で作っている野菜をここで販売しています。これ何、これこれごぼうですか？大きい、太、これ普通ですか？これ私に似た。いや、なんでスレンダー。これ50円これ50円1本なの。いつも利用されてるんですか、これ？毎週5だね。毎週どこも行けんでも家にいるで。あ、で野菜が作れて、ここで野菜仕入れてくる。なるほど。まあ、いつも家にいてても、やっぱ土曜日だけはここに来ようと。そうそうそう、歩くのにはいいきっかけ。ちょっとね、たまり場の外でもランチ待ってる方がいらっしゃるんですよ。結構もうよく来られてるんですか？はい、だいたい外の朝市でこう買って、はい、その後もランチっていうコース、はい、美味しいの、美味しいの、私らの口に合うように作ってください。あ、そうなんですか。その美味しいランチを作っているのは、まちづくり会社の女性社員の皆さん。30食限定で、お値段は200円という格安。ランチが出来上がりました。今度は男性社員が配膳担当で活躍。待ちに待ったランチの時間です。ね、こちらがランチ。お魚のフライとか、あとポテト、あのごぼうで作ったごぼうのきんぴら。すごい、結構皆さんボリュームありますよね、これ。ねえ、嬉しいや、みんなな、楽しそうやで、美味しいですね。美味しいですよ、いい味やで、みんな。ねえ、美味しい食事をいただきながら、みんなでワイワイガヤガヤ、楽しい時間ですね。集まるのは高齢者だけではありません。地元の子どもたちも一緒にランチ。誰でもフラッと立ち寄れる、このザックバランな雰囲気が魅力です。私もすっかりくつろいでしまいました。どうでした、ランチどうでした？バッチシバッチシ
美味しかった。美味しかった。よく来られるんですか。もうほとんど来てます。ああ、そうなん。皆さんは町づくり会社のどんな支援を利用しているのか聞いてみると、うん、私畑できんの起こしてもらってる。あ、なるほど。畑の作業もちょっとしてくれないって言うと、うんうん、あの家の前やらに木があるでしょ。あ、それ枝刈り。なるほど。そう、お家の庭の木とかも。そう、病院行き、あ、病院に、うん、行くのにお願いする。なるほど。行き帰り、帰りはええけど、行くだけでもバスがね間に合わんで、朝一番のバスがないんや。そしてこんな意見も。やっぱ、まあ、全部町会社ですね。今年寄りさんが頼りにするのはこの町会社です。そうですか。もう若いも相手にしてくれんでな、年寄りでやっぱりなんとかせなしょうがないの。皆さん知ってる人ばっかりやろ、大和田の人やから。そっか、大野木の人でやってもらえるっていうのね。でやっぱり一番それによろしいのは知らん人じゃないで。これ朝どれくらいから作ってはるんですか。朝8時半からです。8時半から、はい、朝8時30分からランチを作っているまちづくり会社の女性社員の皆さんにもお話をお聞きしました。やりがいはどんなとこですか。あのプラスマイナスを、ね、除外して、あのアザのためにやっぱやってみようかっていう意味はないかな。精一杯できた充足感ですか。それがあの力になってるかなとは思いますけど。なるほど。皆さん自身も充実感があるから続けられる。そういうふうに思っていいかな。ね。皆さん朗らかで温かい気持ちにさせてくれる場所なんですね。ここに来るのが一つの目標になって外出もするし、買い物やおしゃべりも楽しむ、認知症予防にもなっているのがよくわかりました。そして気になっていたのが朝市やランチにも使われた野菜。実は町づくり会社で作ったものということなんですが、大野木では自宅の敷地に畑を持っている家が多く、しかし高齢化で作業できない家も増えてきました。そこで町づくり会社が考えたのは借り貸し農園。お年寄りの方がだんだんと自分の作っている畑が作れなくなると、どうなるかと言いますと、ジャングルのようになっちゃうと、うん、そういうことになっては困るということで、まあ、町づくり会社がなら引き受けましょうと、まあ、いつまでも管理してると大変だから、いつかは誰かにね、借りてもらえないかと。この農園で作られた野菜っていうのはどういう、うん、もうそれはね、あの皆さんにこの、うん、笑顔でもらってもらおうと、うんうんうん、でもあんまりただばっかもあの気が引けるとかいうこともありますので、ちょっとあのお金をいただいて、わあ今日はこんなもんをあの安く買えたというその喜びをみんなで味わおうということで。はい、あの取材といいますか、中に入って岩谷さんも満喫されているような気がしたんですけど、現地、はい、行ってみて実際どうでしたか。そうですね、あの皆さんやっぱりあの町づくり会社のことは町会社がねってすごく親しく近い距離で話されていて、うん、やっぱりその大野木の皆さんが助け合うというか、大野木の人にやってもらう、知ってる人にやってもらっているという安心感があるようでした。でこのもともとは土曜日だけを開放されていたのが、1日だけだともっとみんなで集まりたいというリクエストがあったそうで、ね、それでまた水曜日も開放されるようになったそうなんです。なるほど。だから週2日ってことですよね。社員の皆さんこの週2日この宅配イベントやランチを作ったり、こうやって配膳もしてらっしゃって、うん、で他にもねこれ支援活動を先ほどお話しあったように続けていらっしゃって、で活動のこの源モチベーションは何なのかって思うわけなんですよね、うん、で、まあ、今日最後のキーワードになるんですがこちらですね。はい、明るく楽しく元気というキーワードなんですよね。社員の8割は高齢者ですね。それも70歳を超えているような高齢者が多いんです。その高齢者が支援する側に立てるということは元気だということですね。また仕事をして汗をかくとまた元気になれる。あの支援する側におられるということがつまり幸せなことで、我々の自分のためだというふうに思っておるんですね。働くことが
町会社で働くことが結果的には自分のためだということですね。清水さん、若輩の私が言うのもなんですけど、皆さん本当に大ベテランの皆さんがこう働くことの喜びを本当になんか心の底から感じてらっしゃるっていうのが羨ましいなって正直思ってしまったりもするんですけど、さてまとめに入っていきますけども、清水さん、改めてこの大野木長寿村まちづくり会社今後のビジョンというものを教えていただきたいんですが。新グループホームを作るということが一番初めから思っております。屋根のないようなグループホームとかね、高齢者の家を順番に回って歩くようなグループホームとかね、こういった新しい形のグループホームを考えています。それはなぜかと言いますと、まあ本当に悪い人はですね、今までの行政のグループホームに入ってもらわないかんですけど、どんどんと高齢者が出てきてですね、本当にグループホームに行かない道をたどるか、もう元気に家で過ごせるか、その境目の人がいっぱい増えてくるわけですね。そういう境目の人を我々が元気づけて、一人でも多く自分どこで家で大野木で過ごせるようなグループホームを作りたいと。まあ、グループホームと言いますと箱ありきと私も思ってしまう部分はあったんですけど、今時代が求めているのはそういった気軽にね、皆さんが立ち寄れる場所を作ることが ね大切なのかもしれませんね。では最後に清水さんの考える地方創生、滋賀創生のヒントを教えてください。はい、元気な高齢者が集落を支えるということです。高齢者が元気におれるということは、何かの役を持つ、何かの仕事を持つ、こういうことが大事かと思いますね。どんどんお年寄りばかりになってくれば、村を支えるのは高齢者しかいなくなってくる、ね、それで元気な高齢者でなければ仕事もできませんので、元気になっていただきたい。この元気な高齢者が集落を支えなければならない時がもう迫っておるというふうに思います。この支えての人々というのがこの大野木長寿村まちづくり会社の場合、それこそね、元会社の経営者であったり、銀行マンであったり、行政の職員であったり、専門の職人の方であったり、多種多様な方がこう地域を支えていく、ね、支えていくっていうこの仕組み、まちづくりが非常に今うまくいっている。で、今日は本当にその高齢者の方を、ね、支えていく決意、そしてですね、そのこれからの意識ビジョンというものを、ね、勉強させていただいた思いです。清水さん、本当に今日はありがとうございました。どうもおまでございました。それでは今夜はこの辺で。最後はアイドルを探せです。可愛いペット君たちとどんな夏休みを過ごされましたか？ぜひ思い出いっぱいのペット君たちとのお写真をお寄せくださいね。